戻ってもらう、はい、そこの微妙なごまかしはすごく面白そうです、ね、はいはい、後で聞かせていただいて、まあ、その戻りましょう。このでこのキャンプハンセンですね、はい、テナント部隊とこう書いてあるわけです。テナント部隊映ってますか？ OK、 はい、でさっきあの、はい、私が、はい、あの中身はあのガムに行きますって申し上げたでしょ。で中身っていうのはテナントなんですよ。なるほど、もう、はい、ファッションビルみたいな話ですね。そうなんです、大家さんがいて、ね、はい、じゃあ、 あのテナントとそれからあるいはそのホストとか、はい、あるいはそのなんて言うんでしょう、オーナーとかそういうことの関係になるんですね、はい、大家と田中みたいな、そういう関係だと思います、はい、でこの基地の司令官に、はい、どの部隊が、はい、あのガムに行くんですかって聞いたらですね、はいはい、この囲んであるこの部隊とこっちの部隊 この第9工兵大隊というのを除いたものが、ね、あのグアムに行くんだと。なるほど、まあ、大体これとこれがグアムに行くと思っていいよ。なるほど、この両端の方が行くということですね。またこれもちょっと後で、はい、あの資料いただいてですね、ホームページなんかにアップさせていただければと思います、はい、でこれはですね、はい、実はあのまだ日本のその政府というか、はい、マスコミでもですね、はい、あの全く公開されていない情報ですから、本邦初公開。本邦初公開、はい、それすごい、はい、特ダネですスクープです、はいはい、でこの中に、はい、31ミューっていうのありますでしょ、はい、第31海兵これは残る方ですね、はいはい、これは残りますと、はい、こう教えられています。あ、なるほど、はい、あ、これでもすごく面積ですよね。つまり何が残り何がいかないかというちゃんとアメリカは峻別して説明してくれるわけです。そうです、うん、でだからこれをですね、はい、結局この31海編成部隊は残るところは2000人ぐらいなんですけどね、はいはい、で2000人、はい、2000人の部隊なんですね、はい、でこれはですね実は、うん、あの先ほど申し上げた通りアメリカにとっては、うん、あのタイ、オーストラリア、うんうん、フィリピン、日本、韓国というのがですね、はいはい、アジア太平洋地域 の、はい、あの同盟国ですから、はい、31ミューは、はい、それぞれの国をですね、こうずっと回るんですよ、うんうん、そのお宅の国とアメリカとは同盟国だよねということの証ですよね。巡回してる、巡回するんです、はい、巡業するんですよ。巡業、はいはいはい、なるほど、はい、まあ、それは一つは訓練のためというのもあるでしょうし、はい、いざ有事で動かなきゃいけない、いろいろ活動しなきゃいけないから常に動いていて、その地理的環境とか地政学的な環境に慣れていくと、それから訓練もすると、いろんな意味合いもあるんでしょう、ね、そうですね、まあ、自然保護的な部分もあるかもしれませんけど、はいはい、でそのだからその、はい、沖縄をベースにするとは言ってもですね、はいはい、あの一年中沖縄にいるわけではないわけですね。一年中じゃない、常駐じゃないんですね、はい、うん、そうです、そうです、常駐じゃない、常留じゃない、はいはい、沖縄をベースにするが、うん、常駐はしないわけですよね、この31、ミューっていうのはですね、はい、でじゃ あどのくらいいるんですかと聞くと、年に、まあ、長くても 2,3 ヶ月じゃないかと、それぞれの国をこう回っていくわけですからですね、まあ、それもちろんそのいろんな国際環境の変化によっている時期が長くなったり短くなったりすることはあると思います、はい、季節労働者みたいなもんですよね。まあ、そうですね、渡りだ一番やっぱり、あのこう優秀な人たちが集う舞台なんですよね、ということはですね、あの他に実動部隊というか戦闘部隊というのはほぼ残らない、残らないということはちょっとこれあれと思うんですけど、うん、あの羽田さんが就任してですね、もういろんなことで叩かれていました、はい、そのうち一つ叩かれたことに中流なキャンプということを言ったことが、はいはい、あるいはかつて掲げていたということで、はい、それをものすごくあの攻め立てられまして、あげくですね、まあ、羽田さんもまあまあそれ遠い将来を考えなきゃいけないことだけど、はい、今はとりあえず撤回します的なことをなんか言ったことがあるはずです、はい、ですがこれは別にあの畑山政権ができようができまいがそれと何の関係もなくアメリカのご都合でもうすでにアメリカ日本においてですね、中流なき安保の状態というのはすでに、生まれ始めているということじゃないですか。まああの海兵隊についてはですね、はいはい、もちろん第7艦隊とかありますけれども、はいはい、だからそういうものがあの今かなりあのデマゴーグが
いろんなこと言ってるわけですけど、はい、あの海兵隊が常時駐留してなければ日本はあるいは沖縄は、うん、あるいはその南方海域はですね大変あの危険な状態に陥ると、中国の脅威をですね防ぎ切ることはできないと、はい、毎日毎日いろんな形でいろんなメディアで雑誌から新聞からテレビからあのプロパガンダなされてますよ、はい、というものが実はアメリカの方もそれこそ非常に大きなグローバルな目で見た戦略から言ってそんなことはないからこそ、うん、要するに大体の主力部隊は後方に引き下げそして残った部隊もローテで回ると、はい、こういう状態で全然バーチ OK ということになってるわけです。そうですね。だから4年前に、うん発表された、うん、4年ごとのですね、はい、アメリカの国防計画、はい、2006年版の QDR というんですけどね、QDR 国防計画ですね、はい、国防計画ですね、はい、この中にはですね、中国は米国にとって利害関係国だと、はい、もうなあのめちゃめちゃ仲間だと、うん、こう書いてあるんですよ。ステークホルダー、ステークホルダーです、ね、はい、はい、で、2010年にも同様の記述があるし、うん、で、アジア太平洋地域のですね、平和を作っていかなきゃならんということは書いてあるわけですね。したがってそのそういうことをですねやっぱり国民の皆さんもあの僕はぜひ知っていただきたいというふうに思うし、日中もですね、はい、戦略的互恵関係ということでですね、はい、お互いに、協力し合って、両国の国民が幸せになっていくように力を合わせようねということを約束してるわけですからね。そのなんでこういたずらにですね敵対心を煽るのかですね、私にはよくわからないですね。まあ中国の脅威についてはね、うん、あの非常にあの軍事費が拡大されているとか、うん、増強されている、うん、それから人口も伸び経済力もどん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 伸びていて、まあ、日本が優位性というものが、ね、中国に対する比較優位性みたいなものをどんどん失われていってる、非常に不安だっていう心理ありますよね、うん、だそういうところから来てかつ中国が未だに体制が、民主的な体制とは言えないところもある、はい、一応ことがあればですねあの中国の中における少数民族がいろいろな形で弾圧されているようにチベットウイグル人に問題があるように日本という国民もですね強大化した中華帝国の中のに併存されてねそして、まあ、辺境の一周辺民族としてですね取り扱われる可能性があるんではないかというですね、まあ、不安がねないことはない、これはまあ現実的にないことはないだろうとそれは私も思いますが、とりあえず日本がその安全保障の礎とするアメリカにかなりの程度おんぶに抱っこになってるわけですから、あのそれが嫌なら自前で増強しなきゃいけないんで、自前で増強するかどうかの議論はまあ、とりあえず置いといて、アメリカに頼るなら頼るでね、そのアメリカが今ここをある程度空白域というまでは言わないけれども、あの沖縄から撤退してもそれによって急激に中国によって侵略されるとかいうリスクはないと判断してるからこそのこのまあ、シフトといいますか再編であると、ものすごい基礎的なことなんですけど、でもこの基礎的なことをものすごく歪められて伝えられてるから一回確認して、はい、あのいきたいですね。そこはあの米国も、うん、国際的なパワーバランスというものは冷徹に判断しているでしょうし、日本もその陸上自衛隊を南方方面に張り出すというですね、きちんとその代替措置を日本の防衛省は取ろうとしてるんですよ。そのだから今現政権下においてもそれはやろうとしてるんです、まあ、現政権下においてもそれは多分継続されると私は思います、はい、だからあの変に怯える必要もないし、うんうん、そうですね、はい、変に強がる必要もないし、あの淡々とやっていくと、うん、きちんとした情報に基づいてですね、行動していくということがあの必要だし、はい、その、うん、しかもそれはあの国民共通の理解に
していく必要があると、まあ、もう話を元に戻すとですね、はい、そう